西野カナは日本の女性歌手。三重県松阪市出身。本名は非公表。所属芸能事務所はソニーミュージックアーティスト内のニューカム。所属レコード会社はソニーミュージックレーベルズで、所属レーベルは SME レコーズ。公式ファイクラブは西野屋。血液型は A 型。愛称はカナヤン。三重高等学校卒業。 名古屋市内の大学文学部卒業。話し言葉はイセベンでテレビラジオ番組に出演する際にも松坂弁を交える。幼い頃から海外生活に興味を持ち、小学校5年生の時にグアム高校1年生の時にはロサンゼルスにホームステイし、ロサンゼンスから帰国後母の知人に指示して民謡を習い始めた。二千五年十六歳の時に 門川映画とソニーミュージックアーティストが共同開催したオーディションスーパーヒロインオーディションミスフェニックスに母親が応募。女優オーディションだったにもかかわらず応募総数4万人の中からその歌声が見出される。2006年に SME レコーズと契約を結び高校3年間は準備期間として津軽民謡を習うなどしてボイストレーニングを行い、いつも 母親と一緒に協力して練習に励んだ。2007年はデビューへの準備を進める一方で英文学を学ぶため大学に進学。2008年2月20日にシングルアイでメジャーデビュー。CD 発売に先駆けてダウンロード版が日米で同時配信された。また前年の2007年12月にはデビューシングルのクリスマス版アイ。I メリークリスマスバージョンも先行ダウンロード、販売された。9月、デビュー約半年にして、シンディローパーのジャパンツアーに参加、全4会場でオープニングアクトを務めた。12月、三重県知事の野呂昭彦との対談によって、史上最年少で三重の国観光大使に任命された。2009年6月24日に、初のオリジナルアルバム、ラブワンを発売。 同アルバムからは、君に会いたくなるからがヒットし、7月10日に初出演したテレビ朝日系ミュージックステーションで披露された。2010年6月23日に2枚目のオリジナルアルバム2ーラブを発売し、オリコン、ビルボードの両アルバムチャートで初登場1位、オリコン年間アルバムランキング3位を獲得し、95万枚の大ヒットを記録。 同アルバムからの先行シングルとして発売された、もっと、Dear, Maybe, Best Friend, 会いたくて会いたくては、すべてオリコンチャートで上位10位入りを果たしている。特に、デジタルダウンロードにおいては、成功を収めており、総ダウンロード数は4500万ダウンロードを超えている。12月31日、第61回 NHK 紅白歌合戦に、初出場。 2011年2月4日にデビューからわずか3年で、着歌、着歌フルや、ビデオクリップなど、携帯電話への配信と、パソコンからのダウンロードを総合した9項目の、総ダウンロード数が2500万を突破した7月29日から9月8日に、かけて、初めての全国ホールツアー、カナヤンツアー2011サマーを観光し、最終日は、地震発の東京。 日本武道館公演で締めくくった。2012年7月25日に18作目のシングル Go for IT をリリース。リアージ有料音楽配信チャートで最後の1位獲得曲となった。9月5日、4枚目のオリジナルアルバムラブプレイスを発売。当アルバムは同年12月30日に開催された第54回輝く日本レコード大賞にて、 最優秀アルバム賞を受賞した。2013年9月3日に自身初となるベストアルバムラブコレクションミントラブコレクションピンクを2枚同時発売。オリコンチャートでラブコレクションミントが1位、ラブコレクションピンクが2位を獲得。2014年8月13日に発売された24作目のシングルダーリングが iTunes。 レコチョクなどの音楽配信サイトで1位を獲得し、ロングヒットを記録。2015年9月9日に27作目のシングル、トリセツを発売。兄弟曲で第66回 NHK 紅白歌合戦に、続き第69回 NHK 紅白歌合戦に、出場し2度目の歌唱となる。iTunes などの音楽配信サイトで1位を獲得。 乙女心を描いた作品で話題となった。表題曲やカップリング2曲目の A 型の歌の独自の替え歌を作ることが流行した。11月18日にカップリングを集めたベストアルバムシークレットコレクションレッド、シークレットコレクショングリーンを同時発売。2016年7月13日に6枚目のオリジナルアルバムジャストラブを発売。 オリコンチャートで平成生まれのソロアーティスト初となる2週連続アルバム1位を獲得した。同年12月30日に開催された第58回輝く日本レコード大賞で4月27日に発売された28作目のシングルあなたの好きなところで自身初の大賞を受賞した。また10月26日に発売した29作目のシングル ディアーブライドは同年12月5日に開催された第49回日本優先大賞で自身初の大賞を受賞した。2017年3月15日に開催された2016年度アイスサムブライダルミュージックアワードの受賞アーティストに選ばれた。4月8日、デビュー10年目記念カレンダー、かな西ナンバーワンレースアニバーサリーメモリアルカレンダーを発売した。 さらに地震初の単独に大ドームツアー、金西のドームツアー2017メニーサンクスを開催することが決定し、8月26日27日に京セラドーム大阪、9月23日24日に東京ドームの角に公演を行い、全4公演で計16万人の動員数を記録した。 2018年5月19日から7月25日まで7年ぶりの全国ホールツアー2018ラブ・イットツアーを行い、続けて8月28日から10月10日まで全国アリーナツアー2018ラブ・イットツアーテンスアニバーサリー全38公演を開催し、計20万人を動員した。11月21日に約5年ぶりのデビュー10周年を記念した。 ベストアルバム、ラブコレクションにピンク、ラブコレクションにミントを2枚同時発売し、オリコンチャートで、ラブコレクションにピンクが1位、ラブコレクションにミントが2位を獲得し、前作のベストアルバムに続き2度目の1位、2位独占となった。同一アーティストによる2度のアルバムランキング1位、2位独占は、ソロアーティストでは初となる。12月25日、 金西のラブコレクションライブ2019のライブビューイングが決定し、最終日である2月3日の公演の模様が全国47都道府県、台湾、香港の映画館へ完全制中継されることが公式ツイッターにて発表された。2019年1月8日に無期限活動休止をする旨を自身の公式ウェブサイト及び公式ファイクラブ内にて発表し、 2月3日に開催された、かなにしのラブコレクションライブ2019の横浜アリーナ公演をもって活動休止した。2019年3月19日、前日の誕生日に一般男性と結婚したことを自身の公式ウェブサイト及び公式ファンクラブ内にて発表した。2020年3月31日、公式ファンクラブ西野屋の全サービスが18時をもって停止した。 2021年6月1日、これまでに発表された全181曲が、定額制サブスクリプション及びストリーミング配信でのサービスを一斉に解禁された。これらを記念して、サブスク全曲解禁記念のミュージックビデオフル雑誌や、アルバムのダイジェストを含む映像を、自身の公式 YouTube アカウントにおいて公開した。オーディションで歌った曲は発端。 アミカのシューティングスターとミンミのザ・パーフェクトビジョンだった。憧れのミンミと後に共演も果たしている。小学生の時に聴いて衝撃を受けたアルバム曲としてジェニファー・ロペスの JLO、エミネムのザ・マーシャル・マザーズ・ LP、工藤静香のブルーベルベットを挙げている。特にエミネムはヒップホップを聴くきっかけになった。 中学生から大学1年生頃までレゲエに系統。アメリカ留学後は洋楽にもハマり、クリスティーナ・ギレラ、ジェニファー・ロペス、シアラなどの女性歌手をはじめ、ヒップホップ、R&B、レゲエとジャンルレスで音楽に夢中になった。普段は日本のポップスはあまり聴かず、ジャパニーズレゲエなどのちょっとインディーズっぽいものを好む。シングルとして出される主な楽曲は、 恋愛系や友情系等の楽曲が多いが、カップリングやアルバム曲には、英語詞をふんだんに使ったクラブ系や、R、R&B の楽曲が多い。デビュー以来、ほぼすべての楽曲の作詞を行っている。デビューするまで、全く作詞経験はなく、デビューシングル、愛の表題曲が、初の作詞作品になった。自ら歌う以上、自分の思いを伝えたいし、そうすることで、 西野香奈自身のことを知ってもらえると思い、自ら詩を書くようになった。歌詞の書きためは一切行わない。作詞は自宅にこもって行うことが多い。詩には自身や身近な友人から聞いた経験談を反映し、熟考して何度も書き直す。それはインスピレーションで作詞ができないためである。曲を聴いてから、その楽曲のカラーや人物像が見えてくると述べ、それは カラーがあり、ムービーができて、そこにセリフを脚本してゆく、映画作りの感覚に近いという。デビュー当初は日本語をメロディに乗せることを嫌い、ところどころを英語にしていたが、伝えるということを考えた結果、日本語を重視する様になった。しかし、現在も日本語で言いにくい部分は英語詞にしている。一枚目のスタジオアルバム、ラブワンの頃には、自分の中で、 作詞の方程式ができたと語っている。西野の歌詞の特徴として同じ言葉の繰り返しが挙げられる。これについて西野は音楽番組僕らの音楽出演時に例えば同じ君ってと君ってという言葉でもきっとニュアンスや思いが違うのでいろんな意味で捉えてもらえるかなと思っていると説明している。2に認証は君を用いることが多いが 本人曰く特に意識しておらず、歌詞の中の登場人物の年齢設定によっては、あなたなども使っている。楽曲のコンセプトや設定を考え出した後、アンケートや友人への取材を行い、多かった回答や自分の意見を交えながら、歌詞に落とし込むマーケティングリサーチ手法をとっていることも明かしている。音楽マーケッターの津野はずまことは、日経エンタテインメント。市場において、 西野の歌詞を青山テルマの歌詞と共に今の愛しさや切なさを迫るように告白し、携帯と密接にリンクする内容であると述べ、会いたくて会いたくてが、その西野ワールドを決定づけたと評した。関西学院大学の鈴木健介准教授は、そのような携帯文化と密接な関係を持ち、いわゆるギャルと呼ばれるような若い女性たちに支持される内向的で依存心が、 強くうじうじしているけど、本当は素直になりたい。でもそれが叶わないから頑張って一人でも、前向きに生きるんだというパターンの歌詞を、報われない恋、待つ女という演歌のフォーマットとの共通性から、ギャル演歌と名付け、加藤ミリアラと共に、西野を、その代表的存在として挙げた。文芸評論家の加藤のりは、西野の歌詞を、グリーン。 ファンキーモンキーベイビーズラと並べて論じ、いずれも歌詞が出来合いのファストフードみたいとした上で、西野の場合など、歌詞の連ごとに意味がバラバラで入れ替え可能。手や目だけのパーツの人体模型のようだと指摘し、楽曲をパーツごとに切り売りする着歌の流行と同じく歌と歌詞の関係性が希薄化したことの現れという見方をしている。シングルの歌詞カードは、 病長体や教科書体で書かれていることが多い。2009年6月24日に発売された、ファーストアルバム、ラブワン、収録の6スシングル、君に会いたくなるからの表題曲で、初めて作曲に関わった。歌詞が若い女性から共感を得ているだけでなく、ファッションリーダーとしての一面もあり、彼女のガーリッシュなファッションが10から20代の女性から、支持されている。 2010年代には彼女がテレビやジャケット写真などで被っていたカンカン帽が若い女性の間で流行した。2016年8月6日放送の富士テレビミュージックフェアにおいてずっと泳げなかったが最近泳げるようになったと発言したものの2017年11月17日放送の日本テレビ系バズリズムレニにおいて泉に入る際に 泳ぎが得意ではないため、浮き輪を持参したと話した。ありがとうございます。